今日はですね、日本の仏教についてお話をさせていただきたいと思いますね。日本の仏教13宗ってありますけど、これと、お寺さんの数と信者の数ランキングって書いてありますけど、いきなり問題です。日本の仏教の宗派で日本一お寺の数が多い宗派はどの宗派でしょう？浄土真宗ですか。ありがとうございます。お寺、まずね、そう、お寺の数が一番多いのはこれね、まず全国の分布図ですね。お寺が一番多いのは滋賀県になりますね。これが赤いところがそうですね。で、いきます。お寺の数で一番多いのは曹洞宗、禅宗さんですね。お寺の数一番多いのは曹洞宗です。で、2番目が浄土真宗の鬼師です。これで3番目がお東さんで、浄土宗、日蓮宗とかずっとありますね。じゃあ2番目、日本の仏教の宗派で日本一信者の数が多い宗派はどこでしょう？ありがとうございます。そうです。正解です。浄土真宗本願寺派が一番で、2番目が浄土宗、びっくりしましたね。3番目がお東さん、4番目、5番目、6番目、さっきお寺が一番多かった曹洞宗、禅宗さんが6番目になります、ね、え、じゃあ最後に、日本の宗教団体で一番信者が多い教団はどこでしょう？宗教で、これ難しいですね。どこでしょう？いろいろ出てます。これいきましょう。ドン。一番多いのはですね、神社本庁。まあね、日本の神道が一番多いと言われてます。2番目が幸福の科学。3番目が創価学会。で、4番目が浄土真宗本願寺って言ってますけれども、まあ、神社本庁っていうのはね、お賽銭投げに来た人、お参りに来た人全員自分のところの信者だと思ってますし、まあ、仏教教団は檀家数で行きますからそんなに差はないと思うんですけども、まあ、大体このように言われておりますけれどもね。大体お分かりいただけましたでしょうか。もっと戻りますよ。信者の中で一番多いのは鬼師、浄土宗、お東で、真言宗、日蓮宗、曹洞宗で、真言宗の他の数になりますけどもね。こういうふうになります。